現在健康的な体づくりで注目されている水素水、水素で一歩先のエイジングケアをしませんか？私たちの体は年齢とともに酸化していく傾向にあります。酸化が進むと体に負担がかかり、それに対しての悩みを抱える人が増えてきました。そんな中、人気が高まっているのが水素を多く含んだ水、水素水です。水素水を日常的に飲むことで水分補給を通してエイジングケアする、そんなスタイルが話題になっています。泉洋は水素水市場売上ナンバーワン。泉洋は2007年の発売以来、皆様にご満足いただけるよう高品質な水素水をお届けするために製法や容器の改良を重ねてきました。その結果、ついに累計出荷本数1億5000万本を突破。今一番売れている水素水、それが泉洋です。水素水とは、水素が溶け込んでいる水のことです。泉洋は水素の量が多く含まれており、水分中の水素の割合を示す水素溶存率は 2.6ppm と業界トップレベルです。水素水は酸化還元電位がマイナス側。酸化還元電位とは、錆の原因となる酸化の力と物質を元の形質、状態に戻す還元の力を数値にしたものです。私たちの身近にある飲み物のほとんどが酸化還元電位がプラス側ですが、泉洋はマイナス側、マイナス570からマイナス700ミリボルトと還元力が高いのが特徴です。そんな高品質で安全な水素水泉洋は、徹底されたクリーンな環境設備で生産されています。品質の良い製品を製造するための基準、健康補助食品 GMP に適合、さらに安全な食品を確保するための規格 ISO22000 を取得した栃木県の豊かな自然の中にある指定工場で、水素溶存エリア、充填エリア、殺菌エリア、梱包保管エリアの4つの工程を経て製造されています。シェフコ鹿沼工場では、最新の技術を使った機械で泉洋を製造すると同時に、私たちスタッフの目、そして手で一つ一つ製品をチェックし、安全で確かな品質の泉洋を会員の皆様へお届けするようにしております。私たちはこれからもより良い製品を会員の皆様へお届けするため、日々研究開発を続けてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。それでは工場の中を順にご紹介いたしましょう。水素溶存エリアでは、まず水の中により多くの水素を取り込みやすくするため、気体を通し液体を通さない特殊な膜を使用し、水中の酸素を除去します。そしてこの膜を通して水素を水に溶かし込む膜溶解法という技術で水素水を製造します。充填エリアでは、出来上がった水素水を直接アルミパウチに充填します。アルミパウチは飲み口と容器と確実に密着させるため、段階を踏んで熱溶着させています。その後、水素水を充填し、異物をチェックするための X 線検査、分量が正しく入っているか確かめる重量検査などを経て、合格した製品のみが次の殺菌エリアへと運ばれていきます。殺菌エリアでは、製品を蒸気熱によって殺菌、食品衛生法に定める条件を遵守しています。殺菌後、冷却された製品は
専門検査員が丁寧な目視で一つ一つ水漏れなどがないかチェックします。すべてのチェックをクリアした製品は一つ一つ検品しながら手作業で箱詰めされ、箱単位で重量検査をした後ロットごとにラッピングされます。菌検査をはじめ水素の量、酸化還元電位など品質に関わる検査を実施し、結果が出てから皆様のもとへお届けしています。水素は分子が小さいので保存が難しい物質です。泉陽はできるだけ水素を多く含んだまま皆様のもとへお届けするために様々な工夫を施しています。まず充填方式を改良し、業界トップレベルの水素量を実現。従来より高い圧力をかけて水素を溶解し、直接アルミパウチへ充填します。その際アルミパウチをプレスし、水素水をあふれさせながらキャップをしているため余分な空気が入りません。わずかな水素の気化を防ぎ、より多くの水素を含んだ水素水をお届けできるようにしています。さらに水素水を入れるアルミパウチにも工夫が施されています。水素は分子が小さいのでペットボトルなどの容器だと簡単に抜け出てしまいます。泉陽には遮蔽性の高い4層構造のアルミパウチを採用し、水分中の水素を保存しています。また容器を横向きにした梱包でキャップ部分からのわずかな水素放出も防ぎ、長期間高い溶存率を維持できるよう工夫しています。美容、健康、運動とさまざまなシーンで豊かな生活をサポートするため、安全かつ迅速に皆様のもとへお届けいたします。選ばれる水素水泉を、毎日の水を変えて一歩先のエイジングケアを。水素水市場売上ナンバーワンの泉をです。